はい、全車間のチェックを終えました。はい、スタート申し上げてありがとうございます。それでは行きましょう。 GT クラス予選第1ラウンド第3ヒートをスタートいたします。さあ、激しいクラッシュをうまく抜けてくるのはどの選手だ。さあ、中央の試験コーナーのタジクラッシュ、うまく抜けてきたのは港模型代表、これは石川県の港模型から、お越しの斉藤志摩選手ですね。カーゼッケン6番一周目トップで帰ってきました。その斉藤選手、この瞬間に11秒180、スーパーラップを叩き出しました斉藤選手。出ました、10秒980、今の周回10秒台突入。さあ、早くも前方にバックマーカーが見えてきた。その斉藤選手は現在左セクション、フロントは蛍光オレンジ、センターがホワイトを基調としたカラーリング。さあ、うまくパスしていった。走行時間はもうやく残り1分。2番手には川崎県3番ワイワイサーキット代表日比野選手、3番手にはコタツソフト代表小野田選手、川崎県1番と続いています。さあ、この斉藤選手の10秒980、これはかなり驚異的なラップ。さあ、私も、ね、個人的にはよく知っている選手ですが、やはりかなりの実力ドライバーであることは間違いない。さあ、また前方にバックマーカー見えてきました。ちょっとこれミス、残り時間まもなく30秒。残り時間15秒。さあ、現在トップは右セクションヘアピンコーナーを抜けていった石川県港模型より代表選手としてきました斉藤選手。残り時間5秒、11周目入った。さあ、ここ2分経過です。これより先ゴール、3コースゴールです。3コースゴール、1コースゴール、4コース、5コースゴール、6コースゴール、全車ゴールです。トップゴール川崎6番斉藤選手、やってください。出ました、11周2分08秒470。